皆さんこんにちは。歌手として大活躍していた森進一さん、奥さんであった森まさこさんもご存知な方も多いと思います。1986年に結婚し、3人の子宝にも恵まれ幸せいっぱいだったはずの2人ですが、2006年に離婚しています。そこで今回は森進一さんと森まさこさんの馴れ初めから、結婚、離婚原因、そして3人の子供についてまとめました。まずは簡単に森進一さんのプロフィールについてご紹介していきたいと思います。名前、森進一。本名、森内和弘。生年月日、1947年11月18日。出身地、鹿児島県鹿児島市。身長、167センチメートル。デビュー、1966年。所属事務所、森音楽事務所。森進一さんは1965年、フジテレビ系のリズム歌合戦に出場して優勝したことにより、渡辺プロダクションに所属し、芸能活動をスタートさせます。そして1968年には、第19回 NHK 紅白歌合戦に初出場し、2015年、第66回の紅白まで48回連続出場を記録し、紅白歴代第1位の記録となります。森進一さんは1969年に港町ブルース、1971年にはおふくろさん、1974年にはえりも岬などの代表曲を発表しています。1979年には渡辺プロダクションから独立し、森音楽事務所を設立します。そして同年夏、再起をかけて発表した新宿、港町がヒットします。また1980年代半ばには社会福祉活動、じゃがいもの会を設立し、社会福祉活動に力を注ぎます。他にも長野オリンピックの委員会理事、カンボジア地雷除去キャンペーン活動の発起人などで活動していました。そんな森さんのプライベートでは2度の結婚、離婚歴があります。1980年に女優の大原麗子さんと1度目の結婚をしますが、1984年にすれ違いが原因で離婚します。そして1986年に森まさこさんと2度目の結婚をし、3人の子宝に恵まれますが、2005年に離婚します。ここで2度目の結婚相手である森まさこさんのプロフィールについてご紹介します。名前、森まさこ。本名、森田まさこ。生年月日、1958年10月13日。出身地、栃木県宇都宮市。デビュー、1972年から1986年。2006年から所属事務所、音楽工房。森まさこさんは1971年、13歳で日本テレビ「スター誕生」に出場し、初代グランドチャンピオンに輝きます。そしてホリプロダクションに所属します。徳間音高から先生で歌手デビューし、 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たします。1973年には女優デビューをし、映画にもデビューしています。そしてモノマネ王座決定戦の初代チャンピオンとなるのです。1977年からは本格的に演歌歌手として活動を開始し、難易度の高い曲を歌いこなせる実力派へと成長します。1983年には第25回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。そして1985年には第36回 NHK 紅白歌合戦で初の赤組司会を務め、かつ2度目の赤組トリを務めました。しかし1986年、森進一さんとの結婚を発表し、芸能界を引退します。森進一さんとの結婚式はテレビで中継され、大注目を浴びました。しかし2005年に森進一さんとの離婚を発表し、翌2006年に歌手として復帰しています。そんな2人の馴れ初めは、森進一さんが設立した社会福祉団体、じゃがいもの会のチャリティショーでの共演がきっかけだったそうです。有名人同士だった森進一さんと森まさこさんの結婚は大注目で、テレビで生中継され、しかも視聴率が 45.3% と驚異的な数字で、
国民の半分弱が見たということになります。現在では人気ドラマでも 20% 超えが難しいと言われている中、考えられない数字ですね。そして驚くことがもう一つ、結婚式当日に自宅に泥棒が入ったそうです。生中継されるくらいですので、自宅には誰もいないと泥棒も考えたのでしょう。結局泥棒には貴金属一式を盗まれてしまい、ウェディングドレスのまま自宅ソファーで警察の聴取を受けたそうです。結婚後は3人の子宝にも恵まれ、おしどり夫婦として有名だった森進一さんと森まさ子さん、しかし2005年に離婚が発表され、世間に衝撃が走りました。一体何かあったのでしょうか。森まさ子さんは1986年の結婚を機に芸能界を引退し、主婦業に専念していました。そんな森まさ子さんでしたが、2001年に16年ぶりに紅白歌合戦に出場したことを機に、限定ではありますが芸能界へ復帰をします。そして翌年には夫森進一さんからジョイントコンサートの出演を持ちかけられ、恒例で行うようになります。しかし森まさ子さん的には限定的な芸能界復帰で、ジョイントコンサートも限定的に行うつもりだったそうです。その後夫婦で行っていたジョイントコンサートと家庭の両立が難しくなり、2005年に離婚したといいます。そして森まさ子さんは家庭と仕事との両立がうまくいかないことを悩むようになり、ジョイントコンサートを続けることがかなりの辛労となり、パニック障害を患い、2005年には緊急搬送され入院してしまいます。しかし夫森進一さんにわずか1日で退院させられてしまうのです。雅子はストレスや不安により過換気症候群と呼ばれる一種のパニック障害の発作を起こして緊急入院したそうですが、進一がハワイで友人とゴルフの約束をしていたため無理に退院させられたと暴露しています。この1日で退院させられたことからメディアでは不仲説が報じられました。このような積み重ねにより森まさ子さんは息子を連れて別居し、退院から2ヶ月後には離婚しています。次に森進一さんと森まさ子さんの離婚の原因とされているのが、森進一さんの持病の悪化とも言われています。森進一さんは長年 C 型肝炎を患っていましたが、その持病が悪化してし入院してしまいます。それで次の治療に取り組むには家族の協力が必要となり、妻森まさ子さんに協力を依頼しますが拒否をされたそうです。森まさ子さんは私は勘弁してくださいと言ったそうです。この一言で森進一さんも離婚を決意したそうです。またジョイントコンサートや森進一さんの病気以外に原因とされているのが、森進一さんと森まさ子さんの教育方針の違いとも言われています。森進一さんと森まさ子さんには3人のお子さんがおり、長男と三男は2005年頃までジャニーズ事務所に所属していました。森進一さんは学業優先、そして森まさ子さんは芸能活動優先という教育方針の違いから不仲になったのではないかとも言われています。長男は受験のため学業優先により芸能活動を休止し、超有名名門私立高校に入りましたが結局退学しています。こうしたことも夫婦仲の溝を深めた原因ではないかと言われています。離婚時親権は長男が森まさ子さん、次男三男を森進一さんが持ち、養育権は3人とも森まさ子さんが持つことで合意しています。そして養育費は1人につき13万円として森進一さんが負担していました。長男からご紹介していきたいと思います。名前タカ、本名森内貴博、生年月日1988年4月17日、デビュー2003年、所属事務所アミューズ、2006年、元所属事務所ジャニーズ、2001年から2003年。長男の森内貴博さんは人気ロックバンドワンオクロックのボーカリストのタカさんです。ワンオクといえば世界進出も果たしており、映画ルローニケンシンや NTT ドコモの CM にも曲が起用される大人気グループです。そんなタカさんは2001年にジャニーズ事務所に入所し、2003年にアイドルグループ
ニュースの初期結成メンバーとして活動していました。しかしデビューから3ヶ月で学業に専念するためグループを脱退しています。タカさんは超有名私立高校に通っていましたが、音楽活動のため高校を退学しています。森進一さんと森まさこさんの離婚当時、高校生だったタカさん、タカさんは離婚時母親を励ましたそうです。森さんが離婚した時、長男は高校生、事情を説明すると思いがけない言葉が返ってきたとこう語っています。今までに見たこともないような真面目な顔をして、母さんが好きなように生きたらいいよ、もうちょっと大きくなったら必ず僕が支えるからと長男は言いました。泣かせますよね、生意気なこと言って戦術しましたが、タカさんは2003年にニュースのメンバーに抜擢されデビューしましたが、わずか3ヶ月で脱退。表向きの理由は学業に専念するためと言われていましたが、実はスキャンダルが原因だったそうです。当時のタカさんの私生活は、15歳にもかかわらずラブホテルでの女性とのツーショット写真や飲酒喫煙疑惑が週刊誌に掲載されたほど荒れていました。またそれ以前にも金髪にしたりピアスを開けたりなどして学校の校長から呼び出され、その結果父親に殴られたりもしていたそうです。そしてタカさんが高校を辞めた際、森進一さんはタカさんを感動しています。そんな父息子も2010年に和解します。2007年にメジャーデビューしたワンオクは2010年に初の日本武道館公演を行います。その際に、父さん母さん本当にありがとうございますというコメントの後に、家族に向けた楽曲 Nobody's Home を演奏し、会場に駆けつけていた森進一さんは涙を流しながら聞いていたそうです。これ以降確執はなくなり、現在ではメールをしたり食事へ行ったりしているそうです。次に次男をご紹介します。名前森内さとしか、年齢はタカさんの1歳下だそうです。次男の森内智弘さんはテレビ東京で働く AD です。過去にはテレビにも出演していました。続いて三男をご紹介します。名前ヒロ、本名森内博樹、生年月日1994年1月25日ジャニーズ事務所、2002年から2005年。三男の森内博樹さんは現在はロックバンドマイファーストストーリーのボーカルヒロとして活動しています。そんなヒロさんはタカさんと同様、2005年までジャニーズ事務所に所属し活動していました。2016年には日本武道館でのワンマンライブを開催、そして2017年7月にはミニアルバムオールリードトラックスを発売しており、今後注目のバンドです。いかがでしたでしょうか。今回は森進一さんと森まさこさんの結婚から離婚原因、そして3人の息子についてまとめました。いろいろな積み重ねから離婚という決断に至ったようですが、3人の息子さんは立派に独立し人生を謳歌しているようです。現在は別々の道を歩んでいる森進一さんと森まさこさんですが、今後も多方面で活躍されることを期待していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。